こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、石水奈です。こんばんは、早川由美です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は、YouTube、ポッドキャストほか各プラットフォームでお届けしています、番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、さあ、ということで夏といえば、はい、夏といえば、来たね、まあ、ありますが来ましたね、第171回、直木35章、はい、候補作が発表されてもうすぐ、選考会なんだよね。そうですね、7月の17日発表予定のようですね、はい、でまあ今回は、恒例の、まあ、大予想大会という、はい、ねえねえだからね今回は難しい。おお、なぜかというと、直木賞って毎回毎回傾向があるんだよね、うんうん、で今回これ見てほしいんだけど、うんうん、初、おお、多い、初、初、うん、5人中3人が初で、はい、で一応さんだって3回目でしょ、うん、でしかも30代が1、2、3人もいるの。あ、若い人とフレッシュだから、要するに今回は顔見せと、うん、あとは直木賞ってさ割と昔からの小説の回と、うん、なんか新しい小説の可能性を広げようみたいな回があるじゃない。で今回は顔見せと可能性を広げるっていうようなのでこういうのが入ってきてると思うんだよね。だって平均年齢したらこれ40切るかもしれないですね、これ。そうだね、30代後半じゃない、平均年齢は。じゃあちょっと土壌を耕すような感じですかね。そうだね、まあ、顔見せ会っていう感じは僕はしてるかな、うんうん、なので正直ねものすごい読みにくい読みにくい、うん、あ、読みにくいっていうのは本が読みにくいじゃなくて、うん、どれが受賞するか。そうそうそう、うん、で一応みんなの下馬評でその業界的に来てるのはこれなんだけど、うんうん、これ日本推理作家協会賞っていうのを長編賞と、うんうんうん、新潮社の山本周五郎賞を取ってるんだよ、うん、もうすでに2つ。ただ、うん、これをそのまま直木賞にしていいのかっていう問題があるわけ、うんうん、読むと面白いよ、うんうん、面白いけどこの面白さってどっかでもう100回見たなっていう面白さなの。小説ではないけどね、言ってたもんね、はい、そうですね、ちょっと既視感があるってことですか、うん、まあ要はさ、これゲームものだからイカゲームより面白いのこれとかさ、うんうん、あ、なるほどね、うん、カイジより面白いとかさ、はいはいはい、嘘食いより面白いとか、うん、あ、かけぐるい、そう、かけぐるい、かけぐるいの方が面白いのよ、うん、で小説はこれが新しいって言われても、うん、正直その麻雀小説って麻雀で勝ってギャンブルで、うん、でイカサマやって勝って命がかかるみたいな小説って、うんうん、5、60年あるのね日本に、うんうんうん、それに比べてこれが新しいんですよって言われると、いや小説が古いだけなんじゃないのっていう気がしちゃうんだよね、うん、だって実際嘘食いとかのが面白いからな、これより、うんうん、まあ、かけぐるいも面白かったよね、うんうん、僕もアニメ見たけど、うん、なのでこれがだから水郷賞と山本周五郎賞と直木賞3巻だと、はっきり言って小説の世界っていうのがいかに世の中から遅れているか、新しいものを入れてこなかったかっていう感じに見えちゃうのがなんか違うんじゃないのっていう、直木賞取ったら多分4巻ですね。あ、そうだから僕としてはまあすって読んで面白いんだけど、いやこれ直木賞あげる必要ないじゃんっていう気がするんだよね。うん、だから一応僕の中では、まあ、今回ね差がほとんどついてないっすここででも改めて直木賞あげるってことじゃないなってありましたけど、はい、まあ、イラさんなりの直木賞の、まあ、定義って何ですかね。直木賞はねどっちかっていうと自民党の、革新派自民党、まず自民党の中にってことですね。なるほど、ね、そう、うん、要するに保守本流の賞だから、うんうんうん、山本周みたいに山本周五郎賞みたいに冒険しなくてもいい、うんうん、保守本流で、うん、でちょっとリベラルなものも受け入れる、うん、テスカトリッポかとかさ。なるほど、うん、じゃあ一応自民党の中に入ってますよね。でもね、なんか定番じゃ定番というか、うんうん、まあゲーム小説っていうのは、まあ、ここでこうやって上がってきてるけどいっぱいあるからね実は、うんうん、ラルとかで、うん、これちょっとでもあの有料部分でいろいろ聞きたいんですけど、やっぱゲームの小説ってその説明が多くなっちゃうじゃないですか、状況とかゲームの説明とか、うん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 、なんでその描写がすごい難しいなっていうのを感じて、なんかその辺とかもちょっと技術的なところ有料部分でぜひ。でも基本的にこのお話だとさ、そのゲームのルールを作って、うん、でいかにその裏を書いて、うん、っていうよりは2本目以降はね全てイカ様でいかに勝つかっていう話なのよ毎回、うんうんうん、でそれは正直言ってうーん、これがこの小説として新しくて4巻になるみたいなことになると、うんうん、いやいよいよ日本の小説やばいんじゃないっていう気は正直してる、うんうん、なるほど。今その自民党の中の、うん、まあ、左派というか、うん、ちょっとリベってありましたけど、うん、その別にリベラル左派が常に新しいとイコールか分かんないですけど、うん、そういう意味ではなんかその新しいっていうのが今回の直木賞の中にありました。
あるね。だからこの辺は新しめじゃん。これもいかにも新しいじゃん、うん、今時ですよね。なんか、ね、うん、なんだっけ、 SNS、 タワマン文学だっけ、うん、正直言ってなんかそんなピンとこなかったんだけど、でも新しいのは新しい、うん、その新しいとちょっとあえて突っ込みますけど、うん、本当に小説としての今まで見たことない新しさってありました、うん、それはないよね。うん、この辺のさ、なんか都会に来て若者が頑張れみたいな人って世界中でいっぱいあるから、うん、ちょっと前だとジェイ・マキナニーのブライト・ライツ・ビッグ・シティとか、うん、でそれをうんと良いものにするとライ麦畑で捕まえてサリンジャーとかもそうだから、ね、ただその辺に比べると、まあね、これは SNS のお話だったんですか、ここ SNS と、あとはそのまあ、エリート学生の間のひ弱な悩みのお話っていうかね、うん、あ、じゃあ本当に今っぽいというか、今っぽい、なんか人に見られたら、うん、こんな風に見られたらどうしようみたいな、あ、なるほどなるほど、うん、現代風な、現代風な思考の、うん、トーンとしてはちょっと浅井亮君の感じ、うん、実体があるよりは誰かにこう見られていることが怖いみたいな世界だよね。確かに SNS の中での微妙な差異を描く、その辺はこの辺も似てるんじゃないかな、はい、あいにくあんたのためじゃない、うん、ゆずきさん、これタイトル良くないよねゆずきさんぐらいだとタイトルってご自分でつけたりするもんね。もちろんもちろん、うん、ゆずきさんはもう断然そういうの自分でやりがるタイプなんだけど、うん、ちょっとタイトル弱いかな、なので僕は一番最初に、まあ、話題になってるからこれを読んで、うん、でこれ読んで、はいはい、これ読んで、これ読んで、これに戻ったのよ。要はこれが一番本格小説っぽいテーマだから、うんうんうん、波方熊楠っていうザイヤの博物学者、うん、メインは、苔とかカビとか粘菌なんだけど、うん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 、その人の話で、この人はあの天才って言われていたぐらいなので12カ国語が、読み書きできて、でしかも、ネイチャーっていうイギリスの、はいはい、理系の雑誌があるんだけど、そこに単独論文、単書で50本論文が載ったっていうのは未だに破られてない記録なの。すごいっていう人なんだけど、でもこの本読むとさ、なんかずっと暗いじゃん。っていうか、そうですね。ちょっともうそのずっと暗さがあって、なんか波がない、波形がないような感じ。そうなんだよね。ずっと暗いままで、なんかあっていうさ、広々とした景色とかを一回も見せてくんないまま死んじゃうんだよね。やっぱ粘菌の研究してたからっていうことなんですか、なんか自動としてなんかジメジメみたいな、なんかそれは別だそこをちょっと、なるほど、世界観、そんな深い思いがあったんだ。分かんない分かんない。いやだから世界初の粘菌小説を書こう、うん、粘菌の研究者だから、そうそれ素晴らしい観点です僕でも今回あの、うん、僕読んだのが、うん、明和元年と熊楠とアイニカウントのためじゃないですけど、うんうん、いつもね、あのノアさんとどっちがどう読むみたいなので、うん、もう今回もうすぐねその3作言わせてもらって、うん、熊楠が個人的にはちょっと前からあのやっぱりそうプロフィール的に魅力的じゃないですか、うんうん、もう天皇陛下ともあれだしみたいな、うん、だからすごい期待してたんですけど、うん、まあね、本そうだね、岩井さんさ、実はデビュー作が天才数学者の話なんだよね、うんうんうん、あの殺人事件のない容疑者 X、 永遠についての証明、そう、永遠についての証明、はい、な、 なのでまた今回科学者に戻ってきて、うん、最初のテーマに戻って、でしかも超大物じゃない、うんうん、だからすげえ期待して読む前はもうこれしかないと思ってたんだけど、僕もそう、なかなか難しいね、やっぱ賞って、うんうんうん、クマグスってなんかすごいすぐにさ、あのほっとくとエロいこととか言ったり書いたりする人なのよ。あ、エロさなかったですね。そう、エロさは全くない。作品には今の最初の話だけ聞くと、こうなんて言うんでしょう、武士っていうかすごくまっすぐで、あのね、うん、そういうのではない、もう、あ、違うんです、ごった煮のわいせつな人で、転換とか統合失調症気味なんだよ。ちょっと言っちゃってる、ね、だからいろんな声が聞こえるみたいなのは統合失調症の系統だし、突然もう脳が焼けちゃってもう転換の発作を起こすみたいな人だったの。しかし抜群の記憶力とガッツがある、うん、ただし論理的に細かく組んでいって書くっていうようなことはできないの、うん、要は大学では難しかったんだよねこの人、うん、でも才能っていうかその才能が抜群にあったって、アメリカとかイギリス行ってる、結構 ね話としても面白いんだよ、ね、そう、面白いからもういかようにも書けたんだけど、なんかワントーンでずっと暗いまま来ちゃうから、もうちょっとなんかこう華やかに幸せなところとかも描いてほしかったな。岩井さんのその書く小説っていうのが割とそういうトーンが、違う違う、そんなことない、岩井さんはものすごく幅広くいろんなもの書く人なんで、今回はそのデビュー作の世界に戻って一回
よしちょっと歴史ものでもあるこういうのやってみようってことになったと思うんだけど、そこはでもちろん、ね、いろんな考え方答えあると思うんですけど、やっぱり熊楠だから本当にまさに博物学者のようにいろんな切り取り方があったと思うんですけど、うん、まあその切り方が、うん、まあ、別にもあったんじゃないかってことです、ね、僕はもしこれを扱うんであれば、うん、ユーモアとセックスは入れてほしかったかな、うん、あとは熊楠はもう逸話がたくさんあるから天才的な記憶力のエピソードとか、うん、そういうのちょっと欲しかったかな、うん、すごい人に読めない人を読んでる、そう逆に、まあ、そこが確かに人間臭いんだけど、うん、そっちにフォーカスちょっと強かったかなってなりますよね、うん、息子さんとか弟とのお金の話、うん、なんか暗い真面目な人っていう風な描き方だから、うん、いやそんな人物じゃなかったんじゃないっていう気はちょっとするんだよね、うん、顔写真見るとものすごい薩摩隼人みたいな顔してるじゃん、うんうん、なんかすごいキリッとしてますよね、若い頃超ハンサムだから、うんうん、そうですよね、かっこいい顔してる、なんかまあ、うん、ね、あの個人的なというか、まあ、他僕も全部読んだわけじゃないですけど、なんか全体的に他少し空気感が似てるから、うん、熊楠だけはやっぱりね、その、そうだね、ちょっと重さはあるね、うん、本格感もありますよね。だからトーンとしてはこの令和元年と柚木さんのこのあいにくあんたのがちょっと似てるんだよね、今どき感あります、ね、SNS でのトラブルとかさ、うん、だから柚木さんのにはそちらにそのジェンダーの問題が入ってくると、うん、要はマウントを取る男たちとか、その迷惑を顧みずになんか嫌なことする男たちをみんなで懲らしめるみたいな話が多いの、うん、ちょっと面白そうじゃないですか、だから向いてるすごい読みやすいし、やっぱり女性がやっぱ読んだ方が刺さる感じなんで、やっぱりあとそう柚木さんだから 手だれ感安心感がね、うん、ある、だから上手だ、上手、本当にうまいしスルスル読めるんだけど、でもなんかちょっと反男性中心主義みたいなところが少しちょっとくどかったかなって気もするんだよね。でこっちはもうちょっとビジネスの現場の狂気とかイカれた人間が欲しかったかなっていう、うん、スティーブ・ジョブズみたいな悪役一人作れたら超面白くなったのにっていう、そうですね、うん、割とじゃ淡々とした感じですよね、っていうよりはなんかちっちゃなさざ波みたいなトラブルがあるだけで、うん、うわこんなやついるんだみたいな驚きみたいなのがないの、なるほど、うん、なんか SNS で頑張ってますみたいな、まさに SNS 上でもさーっとすごい読める、読みやすい感じ、読みやすい、で読みやすくて情報量がすごくたくさんあるっていう意味では、うん、これとこれが情報量めちゃ盛りで、うん、SNS も大量に入ってる作りなんだけど、僕正直言うけど小説と SNS って相性が良くないと思うんだよね、うん、対極かもしれない、ね、そう、トランプのことをちゃんと考えるっていうのと一緒で、トランプってちゃんと考える対象としてはそういうレベルじゃないじゃん、うん、大衆の現象としては面白いけど、トランプの人間性を深掘りしていってもうつろだから何にもない人じゃん、うん、SNS もそこと一緒だと思うんだ、うん、SNS って何にもない空虚な場だから、うんうん、それを小説で扱うのって難しいよな本当はって思う、まさに情報量が多いって言いましたけどね、その情報と小説はねやっぱり対極ですもんね、うん、対極ではないんだけど、うん、その情報がなんかやっぱり SNS がテーマだと空転しちゃうんだよね、今の話聞いてると、うん、なんか私が読んだの地雷グリコとツミデミックなんですけど、うん、なんかすごい読み手のこと考えた書き方っていう感じなんですかね、うん、それもあるかもね、うん、書きたいことを書いてるっていうよりは、そうだね、ていうかこれはもうほらジャンル小説だから、うん、デスゲームとかゲーム小説みたいなものを作ろうと思った、うん、でこれはもう正直そんなに作品性とか考えてなくて、この人がね、アズム競馬場っていう人、うん、これのペンネームで一緒に行くのかな、が小説を書いてみましたっていう、うん、まあショーケーステストケースみたいなものだし、うん、でツミデミックはね、一応さんこれ面白いしすごくよくできてるんだけど、うん、最初に直木賞候補に入ったスモールワールズが僕すごく好きで、 あの時スモールワールズは取る可能性あるよって押してたじゃん、うん、まあ、取んなかったんだけど、うん、それの暗黒編です、犯罪とかが出てくるから、うん、でもいい話もちょっとある、うん、ただスモールワールズに比べると僕はこっちよりはスモールワールズの方が良かった気がするんだよな、うんうんうん、で一応さん力があるからなんかいい長編で撮ってほしいなって気もちょっとする、短編じゃなくてね、なるほどね、うん、そういうことですね、なるほど、そう、組み合わせとしてはこれ連作ね、うん、連作、まあ連作だけど一応長編か、長編ですね、うん、でこれが短編、長、これは短で、そういう点ではやっぱり短編のインパクトってちょっと弱いじゃない、そうですね、うん、なのでうわ今回難しいなって感じかな、ね、ちなみにみんなが気になっている、はい、ここをやっておきましょう、青崎優吾さん、地雷グリッコ32歳、若、麻布競馬場さん同じ年32歳、すごい若、若返りが、一応みちさん、年齢公開してないんだけど一応46歳、うん、今回の最年長ですって言っても若いです、若いよ、うん、で岩井さん、岩井健也さん37歳、若いよね、うん、で、柚木麻子さんが42歳と、うん、今回はもう超フレッシュなメンツです、うん、一人も50代60代いません、うん、で、初が青崎さん、麻布競馬場、
岩井さん、なんか麻布競馬場だと3つけにくいね場所ですからね、うん、競馬場ってって感じなのね、うん、で、ちなみに裏で読む人はこの辺を気になると思う、ね、出版社が、はい、はい、地雷グリコが最近大変なことばっかり起こる角川しんどい角川大変ですね、そして麻布競馬場のこのなんだっけ令和元年の人生ゲームは文春、うん、あそして一穂さんが公文社、うん、で岩井さんが文春で伊月さんが新潮社というね、うんうんうん、文春2つ入ってますね。文春2つ入ってるんだけど、ここでこれとこれ大丈夫ですか。無料版ですけど結構だんだん本格的なやっぱなってきましたよ。大丈夫大丈夫ですか。この本持って重さが違う、薄い作り見て紙とか確かになんかこっちすごいペラペラっていうか、うん、ペラペラっていう言い方がこっちって令和元年の方ですね。そう令和元年の方そうで、こっちほらハードクマグスハードそうカバーで、うん、ちゃんと作りのいいのそうよ白く上製版ってやつね。これはもう本当にソフトカバーで紙の質もじゃない、うん、漫画の あそうだね、漢語ですよね、うん、これ紙ですよね、うん、ということでね、うん、実は文春の人とちょっとこの前話してたら、うん、あの担当者も当人もこれが直木賞になるようなことは全く考えてなかっただって Kindle のアンリミテッドに入ってますよ、しかもそう、そうなんだ、そうへえ。だから SNS でバズったから本にしてちょっと売れたらいいなと思ってやったら、やっぱちゃんと読んでる人読んでんだね、うん、確かに悪い出来ではないのよ、うん、新しい時代の風もちょっとあるの、うんうん、なので直木賞に入れてきた。でもみんなの期待感の薄さがこのペラペラの想定に表れて、こっちはもうすごいじゃん、直木賞取る気満々の作りじゃん。そうですね、確かにね、こんな木おごそかな感じで、ちょっとこの間のトモ、ね、共食いじゃないけどね、なんか熊、うん、熊続きですね、うんうん、ああそっか、書き下ろしではないよな、さすがにこの絵は、うんうんうん、個人像って書いてあるから、その日本人の画家なんだけど素晴らしい絵だよね、うんうん、っていうのでこういうのはね本当になんか裏がわかるよね、うんうん、ちょっとでもまあいろいろ話しながらまだなんか有料版で言いたいことを結構含んでる感じ、うん、そうですね。いやだから今回は僕としてはなんか本当に読みにくくて正直そのやっぱり顔見世界、うん、あとはその直木賞の幅を広げましょうっていう、うん、なんかこれが絶対で一押しだっていうのがなかった回だなっていう気はするんだよね、うんうんうん、ちなみにさ2人が読んだ中では3冊だっけ、はい、僕どれ欲しい、自分が好きじゃなくて全部鑑みたら取りそうなもの、うん、そう、まあ、ゆずきさんかな、ゆずきさん会いに行く、うん、えのさんは聞いちゃいます、うん、好きじゃなくて予想ですよ、予想、予想好きとか嫌いじゃなくて、うん、だったら地雷グリコかな、うん、って感じですかね。で僕はね今回ね丸がないんだよね、教育にこれを推したいっていうのがなくて、だからもう何年かぶりだけどもしかしたらなしでもいいのかもって気もちょっとする、うんうん、もう最近ずっとないですよね、うん、やっぱりその出版界のお祭りだし今出版の世界がこんなに縮んじゃってるから賞、うん、は出さないといけないっていうことになるとは思うんで、うん、なんとかひねり出さないと、だからどういう観点でどれを拾うかっていう戦いになる気がするんだよね、うん、これ僕たちの選び方も難しかった、うんうんうん、確かにちょっと考えすぎちゃう。読む前はもう熊楠一択だったんですけどね、うんうんうん、僕はでもあんまり評判が良かったんで地雷グリコすごい楽しみにしててで読んだらあまあまあ面白くて爽やかで、うん、ただこれが直木賞で4巻5巻とかになると、うん、テスカトリポカの時の衝撃はないなとかさ、テスカトは毎回出てきますね、そういうのがねちょっとなんか切ない、うん、第171回はなんか切ない、なんかエンディングみたいになってきましたよ、まだね、はい、本編の方です、はい、でもちゃんと、僕たちの予想を出しますので、そうです、ね、最後にはちょっとみんなまだ含んでることありそうです、ね、もうね言いたいこといっぱいあるんだけど言えないんだよね、はい、言えないんで、はい、もうやっぱ、はい、あのこれ有名なさ、ララ・シュフーコーっていう、まあ、作家がフランスにいて、はいはい、彼は、まあ、書評家とか批評家としても優れていたんだけど、うん、こう言ってる、自分が感じている考えていることを100倍ぐらい薄めて書くとみんながいいという僕の批評になるんだって、毒をね、切ない、そうなんだ、そうだから本音がなかなか言えないっていうのはね、100年前のフランスも今の日本も変わんないなっていうね。確かに、じゃあイラさんも有料版でも 100倍ぐらい薄めてるってことですね、うん、有料版でいつも70倍ぐらい薄めてる結構薄めてるな、うん、ですね、はい、ということでじゃあちょっと有料版お楽しみいただきつつ、じゃあご質問、うん、お便りお願いします、はい、じゃあまずお便りからいきます、はい、シャープ233のなぜ働いていると本が読めなくなるのか、読書の歴史と
本を読む本当の意味を考えるの回で、YouTube にコメントいただいてます、お三方は本が身近にあるので体に馴染むぐらいボロボロでも気にならないのかもしれませんね、かっこいいです。ちなみに本棚に並べる際何順に並べるのかお聞きしたいですということなんですけど、そんな整理してない。ただなんとなくここに日本文学、ここ SF、 ここミステリーみたいな並び方してる、なるほどですね。ここ新書とか、はいはいはい、早川さんは、もうこれだって好きな作家さんも作家枠があって、あとはやっぱりノンフィクションフィクションっていうのはもうちょい細かくジャンルって感じ、あと要所は要所のところがある。面白い。ちなみに私はあの、本の形で並べてます。大きさ、大きさ、あ、じゃあ新書新書ずら、そう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 。はい、じゃあ次質問です。でこれ楽しいよね、本を並べる並べ替える楽しさっていうのはありますよね。本好きの人はみんなあるよね。入れ替えたりね、いいんじゃない、はい、いっぱいあるけどね、はい、20代の女性からいただいています、最近書店で本そのものよりも文房具や筆箱、カバン、財布、アニメの付録などの本以外のものがたくさん置かれているように見えます、またカフェと書店が一体化しており、書店というよりカフェになっていることも多い気がしますが、なんでなんでしょうか。ごめんね、これはね、もうね、今本って本当に儲からないの。本って、粗利が 20% なんですよ、で雑貨ってその倍ぐらいあるの、めちゃ儲かるの。そうなんだ。あんなくだらない、なんとかツイードのブックカバーとかお財布とか売ってるじゃん、売ってる、スリッパとか、日本手ぬぐいとか、みんな原価が安くて利幅があるの。だからたまにしか売れなくても3000円とか4000円でツイードのお財布とか買ってくれると本屋さんは売るわけよ。確かに基本的に書店の経営だけではほぼ黒字にはならないんです、今。だからなんとかしてね、もうみんないろいろな策は考えてるんだよ。正直あのみんなショックかもしれないけど、定価をすべて 10% 上げて、それを書店と取り次ぎ流通に割り振る、出版社の取り分は増やさないで、っていうのでなんとか乗り切れないかって言ってるんだけど、そうすると単行本が全部2000円になっちゃうじゃん、だからそれも切ないんだけどね。でもそれしかもうないかな。本屋さんは本当に薄利多売で売れないんですよ。だからこうやってグッズ売って、カフェ売って、イベントやってっていろんなことやってるんだけど、それでもなかなか苦しいの、なのでちょっと多めに見てあげてください。あとは高い本を、あのお金の余裕のある人は高い本を買ってください。やっぱ書店で買ってあげた方がいいんですよね、ついついこう Amazon とか、ね、オンラインで買っちゃう。だからね、ただちょっと外れた本、今話題の本じゃないものはほぼ書店にないからね。そうなんですよ、それがね、やっぱなかなか。昨日地元紀伊国屋行って、見たらもう今の話ですけど、まあ当然付録もないくらでもありますけど、ついにと思ったけど、あの鉱物鉱石、あの石、石の、まあそういう本とかも結構さっきあるじゃないですか、そこと、その本が数冊で、そのもう石がもうずらーって売り上げてて、だからもうそっちなんだ。だからさ、みんなの頭が良くないんだよ、石商売。あの鉱物標本とかだったら5000円とか1万円でも、あ、これはそうだよねって思うけど、1万円の本ってみんな買わないでしょ、そこがダメなの。1万円でもこれいい本だなと思ったら1万円の本買ってよ、そしたらちゃんと2000円儲かるんだからさ。いや、そうですね、だからで本の方が鉱物標本よりはるかに楽しめるじゃん、なのでちょっとその本に対する、本って安いものだ、卵と一緒で値段変わんないんだ、文庫も単行本もみたいな考えを改めてほしいんだよね、そうですね、ちょっと肝に銘じておかないとですね、私たちも、本屋さん行きましょうね、はい、ありがとうございます。さあ、あ、すいません、そこで、僕からお知らせが、最近ちょっとお知らせが多くてすいません、あれですけども、実はですね、1年越しにアポを取っていたんですけども、科学やテクノロジーと人類の関わりを考え続ける希代の思想家として、まあ、世界的に有名なあのケビン・ケリーさんというですね、雑誌ワイヤードってあるんですけど、ね、その、はい、創刊漢字の編集長のケビン・ケリーさんにインタビューすることになりました、世界的なベストセラーになっている彼の最新刊の日本語版生きるための知恵がですね、日経 BP から出るんですけども、そのタイトルなの？そうなんです。でもね、これ現代の方がいいんですよ、実は現代がエクセレントアドバイスフォーリビングウィズダム I wish I'd known earlier、 若い時にもっと知りたかったなっていう、そっちの方がいいんですよ。若い時にもっと知りたかった生きるためのエクセレントな知恵、そうそう、もうそのタイトルも嫌い。まあ、僕はね、現代のはまだいいと思うんですけど、そう、なので、
まあ、彼にですね、今インタビュー、オンラインなんですけど、アポが取れましたので、テクノロジーや世界の、まあ、未来について IT、AI についてもすごく知見が深い方なので聞いてみたいと思いますので、質問を募集しますので、詳しく概要欄の方からお寄せいただけたらと思います。どしどしお待ちしております、はい、さあそしていよいよこの後直木賞本編ですね、続きは、4通りご視聴法がありますが、この収録時はまだニコ動画ね、まさきの角川の話、そうなんですよ、まだちょっと復旧してない見込みなんですが、一応4通り、YouTube メンバーシップニコ動ちょっとまだだと思いますが、そして Apple Podcast、audiobook.jp いずれかの方法で、ご視聴、いただけると思いますので、詳しくはこちらも概要欄からご覧いただけたらと思います。ということで続きは後ほど、はい。